土地で培われてきた技術や道具を体系的にご紹介するというエキシビジョンだったものですから、あれがスタートで、まあ、いろんな交流ですとか、まあ、僕らの気づきだとか、この後の行動が変わってくるとかっていうところにつながってきてるなという感覚はすごくあります。でここが大体ジャパンスロンドンの展示室と同じぐらいの大きさの部屋になるので、まあ、この部屋を使ってシミュレーションしました。でなるべく来場者の動線を再現するので、ここがジャパンスロンドンのキャプチャーの入り口で、ここが炎のグラフィックが入った壁で、ここが、まあ、表側がツノエサルトの地域の紹介になっていて、裏がクワの展示になっているというのを再現して実際に。So after visiting the show at Japan House London, I knew that obviously the skill and the excellency in Japanese production, I think it gave me that final push to know that in Japan would be the right connection for this or where to gain knowledge through a factory. 私らは日本ガミセリって言い方するんですが、ああいうものは本当のマイナーでね、本当のこち。小さい市場ですので、ね、ああいうところに日の目を見てね、まあ、皆さんがもうみんなびっくりされるんでね、まあ、正直びっくりしましたね、私の方がね。一人の人は2日来ていただいて、1日目は俺はこういう道具を使ってるんだと。だから2日目になったら、俺が使ってるのはこの道具だって言って持ってこられて、でその道具についてまたこう一話始まるんですよ。かなり長い時間やっていられたので、海外は暑いなと、日本人が暑いんじゃなくて海外の人がもっと暑くなって、それがすごく嬉しかったです。It's something really incredible that it's there. You can really see the extremely crafted bespoke metal works right next to the mass-produced high-quality cutleries. After the visit to Tsubame Sanjo, the students came to us and asked ifYou know, if they can go back and work with these craftsmen to work on either their design or develop a design idea. And we thought, wow, that would be great if that's possible. 製品が展示の仕方によっては商品になるんだというのをちょっと見ました。日本だとか海外だとかっていうことが案外関係なくて、その技術とかもの自体は結構そういう世界を超えて伝わるんだろうなという感覚は得ました。要するに国がしている伝統工芸品ですけどね、その選定は結局クワワも入ってないのは作り方が変わってきたからなんです。だからその伝統工芸品にはなっていないということで、それだけなんですよ。いや、そう、はい、いや自分でもあんまり綺麗で驚きました。こんなに私も綺麗だったかなと思って、まあ要するにあのライトがついたり、やっぱりそういういい空間にあったからなんでしょうね。なんか光ってすごく綺麗だなと思って。And from there, whilst we were there, we were introduced to a few of the craftspeople, which we then invited down to our workshop to show them around and show them kind of how we've interpreted Japanese knife making. 逆に彼ら、何もないところから、ここまで、ものづくりをしてきたっていうことにすごく情熱を感じてですね、まあ、僕らが。まあ、感動して、お前ら一回燕三条に来いと。まあ、今度は、まあ、例えるならロイヤルアカデミーみたいな、まあ、ロイヤルアカデミーの鍛冶屋版みたいな、こういったものを燕三条に作って、世界中からその鍛冶屋を目指す若い子たちが、集まるような場所にしていければいいなというふうに、改めて感じました。This idea of
showing a region and showing off a region, you know, celebrating a region to local people and then to national and then on an international level, which they're able to do now with the Factory Festival, I think will give some really important lessons of the way we can celebrate the skills that we have in the UK. でやってる職人さんの姿そのものを見せることで、まあ、一つ の, その解決策にしていこうというふうな活動を、まあ、この6年7年やってきた、まあ、そこ の, あのメンバーが中心となって、まあ、今回の、まあ、企画展ができたんですけど、それをこうロンドンであのこのオープンファクトリーの取り組みっていうのは間違ってないんだということを確信させてもらった、そんなところが僕がもらったなんかプレゼントっていうかですね。